中国の実業家、政治家、ディスカバリー・コミュニケーションズ社に20年間所属し、同社の発展に寄与。バラク・オバマ政権で国務次官、ニューヨーク州ニューヨークにて誕生。父親は外交官、エドワード・マクヘール。10代の頃は父親に同伴し、イングランドのロンドンと南アフリカ共和国のヨハネスブルグに居住。南アフリカ在住時は常に、 警察から監視を受け、盗聴などをされた。家族の友人には拘束され不当な扱いを受けた者も,もいた。後に彼女は当時の生活についてアパルトヘイト時代の南アフリカで生活し、人々に苦痛を与える政治体制の残忍さを目撃したことは、その後の私の経歴の選択に影響を与えたと解雇した。彼女はその後、 イングランドのノッティンガム大学にて政治学の学士号を取得。ニューヨークのホーダム大学法科大学院で法学修士号を取得。同時期、コロンビア映画社の小部門で営業担当者として勤務。1980年代、MTV ネットワークスにて総合弁護士を務め、MTV、ニコロデオン、VH1 の法律課題について監督。 長年の海外生活で培った経験を背景に、急速な国際展開をする MTV ネットワークスの立役者となった。1987年、ディスカバリー・コミュニケーションズにて、総合弁護士を務め、アメリカの小さなケーブルテレビに過ぎなかった同社の発展に寄与。20年間を過ごし、最高執行責任者、最高経営責任者、そして社長を歴任。 世界170カ国、10億人を超える利用者を対象とし、35こと500チャンネルを超える規模へと拡大させた。社長在職中、ディスカバリー・コミュニケーションズは売上を10倍に伸ばし、年間売上高30億ドルにまで発展した。1998年、メリーランド州知事パリス・グレンデニングの任命により、メリーランド州教育委員会の委員に就任。 4年の任期を務めた。また、世界情勢や、経済開発に従事する組織に対して指導力を、提供。非政府組織、アフリケア、非営利団体コロニアルウィリアムズバーグ財団、国際支援組織民主党国際研究所、女性支援団体バイタルボイスなどを支援。2008年民主党全国大会では、政治要項委員会で、共同委員長。2009年、 バラク・オバマ大統領より国務次官に指名。5月21日の上院での承認を経て5月26日に着任。ありがとうございます。